それでもね、褒められる方は幸せです。幸せです。羽田君、最近ね、海外に行く便も増えましたんで、駐車場がいっぱいなんです。ラッシュ時間か、朝6時ぐらいも駐車場ありませんな。で、どうすんだみたいな。はい。そこに行くと、茨城県では。もうこれです。なんでわかるんですか？自分の中見てから。あ、今ライトに映ってくださっております。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。旅行をされる方のための駐車場。場合によっては、今日だけではなくて明日明後日と止められる方がいるんですが、ちょっと今ね、多分このイベント、はい、今日100万人ぐらい来てるんですか。続々と車で来るのが止まりませんけども、はい、でね、こちらにお見えになった方でもしかするとこの補充されたアスファルトの、飛行機を利用される方がお使いになるすいません、今日だけ開いている臨時の下が舗装してない駐車場、ちょうど向こうの方ですね、向こうの方にお止めいただきたい。これは今日もこの催し
はい、あの、チームが中心となりますので、こちらの